ゆうしょのみんな、メイド YouTuber、マジカルロリポップ、ハムとマカとルトとキャンディーです。萌えキュン。はい、今日は何をしに来たんですか。ここは、どこですか。どこ、ざわ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 。ここはキャロラインちゃんの、キャロラインちゃんのキャロラインちゃんの秋葉原のスタジオです。秋葉原にね、すごい、はい、あのスタジオマカロンさんがついに秋葉原に進出って感じですね。本当に素晴らしい。しかもマジカルロリポップの目と鼻の先なんですよ。本当に目と鼻の先近いってこと。徒歩5分ぐらいですよね。確かに、もう本当に秒だった、すぐ来れちゃいました。メイドちゃんとかもね、結構足も運びやすいかなと思います。はい、そんなキャロラインちゃんのスタジオにね、ご招待いただいたので、今日は見ていきたいと思います。はい、めっちゃ楽しみ。ワクワク、いきますか。もいきましょうか。いきますよ。はい、せーの、ヒーロー。そしたらじゃあ見ていきましょう。イエーイ。かわいい。どっから回る？どっから行けますか。まあ、いろいろあるんですよね。そこがいい？あ、違う。じゃあ、はい、じゃあそこ。黒っぽい。ゴシックっぽい。めっちゃかわいい。リトさんの制服が一番合いますね。確かに。確かに。ここでね、どんな感じで撮ったらかわいいのかっていうのを、あの、何？スーパーモデルの。スーパーモデルのリトさんに。スーパーモデルの。リトさん。モデルになってもらって撮っていきたいと思います。ポージングの勉強になりますね。じゃあ確かに。ポテチはすごいからね。あ、もう早速。え、すごい。なんかそんなパッて決めれるもん。もういい、もういい。はぁ、かわいい。え、待ち受けにできるよね。え、かわいい。え、めちゃめちゃ。全然良い。もういい、もういい。じゃあ次のブースも見ていきたいと思います。ゴーゴー。すごい、夢かわいい、ね、色がなんか一気に世界観変わるね。すごい。じゃあえ、お風呂入ります。お風呂入ります。ちょうどね、貴重なお風呂シーン、入浴シーンだよ。入浴シーンよ、これ。入浴シーンを今度初公開。めちゃめちゃかわいい。でもかわいい。あ、かわいい、かわいい。めちゃめちゃ良い。かわいい。ちょっと使い方に癖があるんですけど、もうなんか埋もれてる。あ今のとかのお顔で隠してもらって。かわいい、かわいい、かわいい入り方。かわいい、かわいい。どんな感じですか。いいですね。かわいい、かわいい。死にかけないよ、いつも。いきまーす。萌え、萌え、キュン。ね、かわいい。あ、かわいい。ここめっちゃかわいいね。萌え、萌え、キュン。どうした？天井までしっかり映えなのがすごいですよね。すごい、マジで。かわいい。頬を切り取ってもかわいい。次の方行っちゃいましょう。あ、じゃんじゃん、キャンディーさん来ましたよ。あ、キャンディースポット。キャンディースポットですね、これは。キャンディースポットですか。これはベッドなの。いいんじゃないですか、ちょっとベッドシーンといいます。あ、ベッドだよ、これは。すごい、ふっかくだ、ふっかだ、ふっかくだ。まあまあ、いけん。めっちゃふかふか。めっちゃふかふか。めっちゃふかふかもいいね。かわいい。いや、いいですね。良いですか。まだね、奥にあるみたいなので、そっちも行ってみたいと思います。イエーイ。まず、ここ。え、入ってきて、すぐここ。すごい好きなんですね。めっちゃかわいい。ここマジでかわいい。めちゃめちゃかわいい。ツイッターでなんか、この撮ってる方、写真流れてきて、ちょっと、ここいいなと思って、ちょっとこれを持ってきました。なるほどね。そのためのメガネだったんだね。先生。ここはどんな感じ。せめわかんない。あの、多分あまりかぶらない方が可愛い方が可愛いと思います。あ、よいよい。で、こう下がもうつらかないしてそれは可愛い、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 可愛い。きつい、この体勢はちょっときついみたいなのでね、皆さんは立ってください。筋肉がないんで。ネト先輩って言いますか。
こですか。あ、うわすごい、リゾタすごいわ、ま、これはえぐい、世界の絵画、え、すごい、もういい、いや、素晴らしいですじゃあ次、出てきますか。アンティークっぽいところに来ました。すごい、マジですごい、すごい、なんかすごいな、ハリポタとかでも、ね、好きだ、好きなやつですよ、ハリポタ好きなんですよ、私最近急に推し始めたキャリーちゃんのハリポタ好き、ちょっと言ってなかったんですけどハリポタ好きなんで、よかったらお話しましょうねわ、これあれだ、バイオレットエヴァガレンバイオレットエヴァガレンだ、これで小泉の方をお願いしてもらいました。あら、あなた小泉上手じゃないですか設定なんで、ハムさんが急遽ね、急遽大丈夫かな、すごいアナウンサーの小人みたいな可愛い、可愛い、可愛い、あ、3、2、1、なんか頭いいな、頭いい、やってまいりました、はい、もうめっちゃ可愛かった、どうめっちゃ可愛かった、ね、世界観がね、それぞれあって、めっちゃ良かったです、本当に。住みたい。住みたい、もはや住みたい。あのベッドで寝たい。もうめっちゃ寒かった。そう、寒かでした。お風呂もね、めちゃくちゃ可愛かったし、ね。可愛かった。お風呂では寝れそうでした。お風呂で寝れそうだった。すごい写真映えめっちゃして、どの写真も全部待ち受けできるみたいな。いや、本当に。プロマイドとかにしたいよね。したいですね、ぜひね。ちょっとみんなで。撮りに行きますか。あ、みんなで、ね、めぐちゃんみんなで撮りに行きたい。な、一日貸し切りとかさせていただきたいですね。キャロラインちゃんのスタジオは概要欄に載せておきます。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイバーイ。